皆さんこんにちは。本日も原田代表にいろんな話をお伺いしたいと思います。さて今回は前回に引き続いて COVID-19 と米中対立についてなんですけれども、私ちょっとお伺いしたいのが台湾が戦場になるっていう話を聞きました。でアメリカの方も、軍隊隊員たちがもうスタンバイをしているっていう話も聞いたんですが、これって本当なんですか？いや私はやっぱり台湾の争奪戦になると思ってるんですね。でこれ難しいのはいわゆるその安全保障とか経済なんかのその専門家の方が言うことと、全然違う世界の方が言うことっていうのがあるんですよ。で一般的な話としては、台湾っていうのが今アメリカがですね、その本当は2つの中国というのは認めない一つの中国だと、それはもう中華人民共和国として付き合いたいんだったら台湾を認めるなと言ってたのが、ここに来てもう国連の場なんかも含めてですね、台湾というのをもう認めると、もう2つの中国ということも明確に言い始めてるわけですね、でこの辺をやはりその周りの一決ということですね、もう本当にそこに穴が開いちゃうと全部崩れるかもしれないという、中国自体がやっぱり、なんとかしてですねそれを、追い隠そうとして、武力行使に変えて出てくるという可能性があるんだと。だからアメリカとしても、それに対していつでも迎撃できるように第7艦隊はその辺をこう空母を、移動させたりとかしてるんだみたいな話があるわけですよ、あるんだけども私はねそうじゃなくてやっぱり台湾っていうのはやっぱ19世紀の後半ぐらいから結構争奪戦になってまして、それは別に地理上のその立ち位置もそうなんですけど、実はこれ神聖な場所なんですよね。知ってます？どこが台湾のどこがそうか。どこなんだろう、あんまり言うと怒られちゃうんだけど、台北これまた例によってどこ日月潭って知ってます？あ、知ってます、真ん中のあたりですよね。そうなんです。リゾート地になってますね。だから要するに、我々から見ると、単なるリゾート地とか観光地とかも思うんですけども、やっぱりそのいわゆる、なんていうのかな、神事神事を扱う方からすると、東アジア全体の中における、いわばへそみたいなところなんですよ。でやっぱりそこをどう取っていくのか、だから中国の国民党も台湾は絶対収拾しましたよね。だからそういうことなんですよ。ちょっと撤退しちゃうけど、それずっと失笑したのはやっぱり台湾が、言ってみれば霊的な意味でその彼らがいるところで、儒教の国なんで本来はないじゃないですか、いわゆる道教とかね、陰陽とかあっちの方の世界でいうともう本当政治なんですよ。でそこを取ったものが結局最終的には今後その中国全体だから、今我々はその台湾の方がなんとなく付属品 で大陸っていうのがなんか本物みたいな、なんとなくそういうイメージ持ってますけど、実際は本物っていうかその魂的な意味での価値っていうかその意味という意味では実は台湾のがあるっていうのをよく聞くんですね。だからやっぱりその台湾の争奪戦なんでなってるのかっていうと、そこ でしかもそれに東アジアのいろんな紛争がおそらく紐づいてるんですよ。香港の話もそうだし、北朝鮮の話もそうだし、結局その微妙なバランスで実は全部成り立っているってことをよく聞きますね。これはやはりこう台湾をどうするかっていうのは今後の鍵になっていくってことですよね。そうですね。でその時に、やっぱりその時に鍵を握るのは我が国なんですよ。だってうちの国ね、1895年から50年間にわたって、統治しちゃってたわけですから、で、それ以後も、経済的にもそうだし文化的にもすごくつながっていると。で中国の大陸の王との関係も非常に深いじゃないですか、でやっぱりそのアメリカとは違って、あるいは韓国なんかとも違って、やっぱり我々としてどういうスタンスにいるのかっていうのもすごく大きな話になってきますよね。だけどあんまり見えないですよね、そういう観点が日本外交がね今ね動いているっていうのはね。いやーなんかてか外交してるんですかって言うような確かにそれどころじゃないですからね。やっぱ菅さんがもうそこまでもう手真ん中になってますよね。やっぱ内閣支持率もね、どんどん落ちてきて、不支持率の方が今上回ってますし、これどうなるんだろう。だから本当はその COVID-19 ってことでわーわーなってる中だからこそ、やっぱその台湾問題がなぜ浮上してきてるかって、やっぱ台湾を誰が領有して誰が仕切ってるのかっていうのが、先ほど言ったようにそのなんていうんですか、単にスピリチュアルとかそんな軽々しい話じゃなくて、例えば我が国で言えばその伊勢神宮みたいなもんですよ。簡単に言えば伊勢神宮、誰が例えば伊勢神宮がいきなりなんかどっかの国に取られちゃったり、さすがにアメリカが取ってたり、それはやっぱり大変な問題じゃないですか。それと同じぐらいの勢いがあるわけですね。だから中国共産党というか、その共産中国というと、なかなかやっぱりそういう元来の中国文明のね、そういう厚みって見えてこないんですけど、私の目から見るとやっぱり次の戦国時代がもう始まっていて、誰が取るのかっていう話の延長線上だと思うんですね、台湾をめぐってね。
それが最終的には中国全体の話で、それはたまたま今回の COVID-19 の話で火がついたということなんじゃないかなと思いますけどね。なるほど、奥深いですね。うん、ついこう台湾っていうと、ね、ご飯が美味しいみたいな、ね、屋台みたいな、ね、リゾートとかいうイメージがあったんですけどね。そうですね、ちょっとこう台湾の歴史だったりとか、こうちょっとスピリチュアル的といいますか、うん、こう精神論みたいな、その宗教の部分についてもちょっと考えていきたいですよね。そうですね、はい。